X3331 クレーン付きトラック、ジナフは、オランダのトラック製造会社で、主に、オフロード輸送の分野のトラックを生産している。毎年250台がビーネンダールで生産されている。サービスセンターがエデルビンにある。1948年、A&W 版ギンクルによって、トラック販売から抜け出して設立された。 アメリカ陸軍の払い下げの GMC を改造したダイヤモンドは作るそばから売れた。1960年代初頭には会社は真のトラック製造会社になり社名をファン・ギンケルズ・オータマビール・ファブリックまたは短縮してジニフに変更した。会社はダフトラックから主要な部材を流用して使用することから始めた。その結果、 ジニフトラックは見た目もダフに似ていて運転室もダフと同じものだった。1986年、ジニフは油気圧式サスペンションシステムを多くのトラックに使用した。これによりアクロでの走破性が高まり耐久性が高まった。ジニフは2011年に破産し、現在は中国の防食機械メーカーである中国被差支店集団の参加に入っている。 特注のトラックとして消防車や機動隊トラック、軍用トラック、ゴミ収集車、空港での燃料供給車等を製造している。いくつかのジニフトラックは同時に1987年からダカールラリーに出場するとともに支援用にも使用される。ありがとうございます。